校メカブチャンネルメンバーシップ始めました。秘宝なの。なんかメンバーシップってシャラ臭いじゃない。シャラ臭いよな。そして残念なお知らせなのよ。残念なお知らせなのか。特に何の得もないメンバーシップなのよ。残念すぎるわ。メカブニュースや。このチャンネルは趣味でやってるので、対価を伴う約束みたいになると多分メンタル削れて継続困難になるのよ。豆腐メンタルなのもコミュ障なのも知ってるわ。毎日更新途中で挫折したあたりでタフネスもないのが分かったにゃ。メンバーシップって一番向いてないわよね。なぜ始めるの。とりあえずメンバーシップを開設するだけで YouTube からいくらかもらえるらしいのよ。そのためのメンバーシップよ。びっくりするほど後ろ向きね。とりあえず目的は果たしたにゃ。そしてメンバーが30人を超えるとまた YouTube からいくらかもらえるらしいのよ。なるほど。だから缶コーヒーより安い価格設定なのね。目指せメカ部員1億2000万人。目指せ継続的上級メカ部員30人よ。個人より YouTube からお金引っ張りたいというのは屈折してるにゃ。責任伴うと逃げたくなる悪い癖にゃ。一度入金されたら返せとは言われないだろうから、30人達成したらみんなで辞めるってのもありよ。よしなさい。ただお金余って仕方がない人のために、税金対策にお金をドブに捨てたい人のために、お退陣モードも用意したわ。これも得はないの。何にもないわ。ゴミ症だからね。人と関わるの苦手だし、本当は言いにくいことを語るメンバーシップ動画とかやりたくないと言ったら嘘になるけど、そんなの作る暇あったらみんなが見える動画でワイワイやるのを優先よ。ま、YouTube からお金もらえたら動画作る PC 新調してよね。ノート PC と外付けハードディスクじゃ限界よ。動画編集がサクサクできるような高額 PC は無理だと思うけど、そこは貯金して足しにしましょう。せちがらい話はやめるのにゃ。経過報告は時々やるわね。30人行く前に YouTube がキャンペーンやめたらまた何か考えるわ、とか言ってたのだけど、なんと、ありがたいことに、ありがたいことに、すでに100人を超えているわ。マジで？物好きな人もいるものよ。りゃあ、しばらくお待ちくださいにゃ。メカブチャンネル、いや、メンバー登録本当にありがとうございます。何の特典もないのにありがとうございます。でも30人超えボーナス特典までは安心できないわ。表示上もメンバー数は出るけど利益ゼロだし。せちがらい話はやめるのにゃ。最近自分が見てるチャンネルがメンバーシップを始めるところ多くて、その理由が昔より儲からないかららしいのよ。そうなの。なんかここ数年で YouTube の広告料が下がったらしくて、人は最初から儲からないのは耐えられるけど、儲かっていたのが儲からなくなると耐えられないらしいのよ。心理っぽいことを言うな。うちはチャンネル始めたの今年からだから、その辺よくわからないのよ。ありがたいことに狭いネタしかやってないのに、ジャンル限界値の伸び方と教えてもらったわ。限界後も部員増えているのありがたい限りにゃ。解説からずっと走りっぱだから何が普通かよくわからなかったけど、ありがたいわ。走りっぱきついわ。どんどん編集コスト上がるし、尺は伸びるし。よしなさい。おっと、ぼやきは部長の仕事ね。そろそろ締めるのにゃ。そうね。せーの、ジークメカブチャンネル、チャンネル登録メンバーシップありがとうございますにゃ。メカブではみんなで活動中、コメント欄とかで楽しくやりましょう。おかげさまで継続できてます。感謝感謝のメカブです。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで、メカブチャンネルです。